もしも今の仕事のまま実家で暮らすことができたら、もしも地方にもっと働く選択肢ができたら、もしもフリーランスじゃなくても働き方を選べたら、私たちが作りたいのは、住むところで働く選択肢が制限されない世界。例えば同じ場所で働く必要があったプロジェクトも、クラウドにバーチャルオフィスがあれば対面と変わらないやり取りが可能に。地方でも都会でも、もちろん海外でも、場所にとらわれずに都会と変わらない働き方ができる世界。そんな世界の先にはどんな未来があるだろう。世界をもっと分かりやすく、面白く。